お願いいたします。こんばんは。キュンキュンつけております。素晴らしいです。だってブラジャー女性ながらやっぱり胸に目が行きます。そうですよね。ただブラジャー一つでこうなれるんだったらということで、快適と美しさを兼ね備えたブラジャーをご紹介します。はい、いいとこ取りのね、エアリーセットだね。そうです、こちらエアリーが、この3代目のブラジャーになるんですね。 はい、この美しい快適っていうのは嬉しいですね。ドドッとドドッと、はい、私今 M サイズをつけてるんですけど、このブラジャーって T シャツが似合うブラジャーっていうサイドネームがあるわけですよ。でここからキュッと上げて、もうこのデコルテからふっくらと見せる、私たちこの辺がそげてきますよね。それを横から下からグッと持ち上げて、さらにバストに仕立て上げて、横からも綺麗、前からも綺麗、さらにはもう一つ、お背中も綺麗。すんごいピタッとした服なの。わざわざ着てくれてんですよ。そうなんですよ。52歳なんですけどね。なので、若く見えんね。ありがとうございます。あら、驚いた。気楽に着てるものですから。まあ、私は人のことは言えないけど、結構いったね。そうなんです。それでもほら、見てください。ここからキュッ。ふわですよ。本当。ね。あと後ろ背中がものすごい綺麗よ。そう、こういうところもお肉の響き少ないですよ。はい、こういうところも少ないです。さらにお背中も。背中をご覧ください。ちょっとマイクは思いっきり出てるけど。なので、もう本当にスルスルスルっとつけるだけで。美しく見せてくれるブラジャー。ただこのラップラップだからね、ジニエブラってね、ミニとさらに美しさ、もう欲しいものをすべてギュッと詰めたのがこのジニエブラになります。パッドなんですね。つながってんのね。そうなんです。コネクティングパッドというパッドを採用いたしまして、このパッド日本印でいられる、さらにはちょっと裏返します。ここですね。ここちょっとさらにはグググググッと上げてくれるからふんわりなんですね。すいません、エアリーセットってのものだねだと思うんですよ。綺麗に、あの本当に自分のジャストサイズつけていただきたいです。はい、それが一番の快適に美しくつけていただく方法です。そうですね。そうですね。もうだって、あのせっかくね届いたらすぐつけてみたいじゃないですか。そうなんです。それがサイズが合わなかったって言ったらすごいショックでしょ。ゆるゆるだったりとかね、ちょっときつきつだったりすると、やっぱりね、なんとなくと思われるので、ジャストサイズお選びください。エアリーのがね、パールとかね、そういった飾りが実は一切こういうのがついてる時あるじゃないですか。でピタッとしたズボンを履くとデベソみたいになっちゃうことがあるんですよ。でもそういうものもあえてないからこそ、ぐるーっと一周。本当にシンプルですよ。そうで、なるほどね。だからこそ下着のラインはどこなのって、あとはね、もう一つザパンツのゴムっていうのがない、忘れちゃったかなっていう感じになるわけです。はい、いつもなるほどね、はい、なるほどね、そういうことか。で素材もしてこれ、あ、可愛いんですよ。ちょっとね、ここピンクが分かりづらいんで、すみませんカメラさん、ブラックもうベージュでいきますか。はい、の超超細番手の糸で、ものすごく丁寧に編む。ここひっくり返った方がいい。超超細番手。はい、そうなんです。超細番手で、あって感じなんです。トゥルルって。トゥルンと入って。ここまで置いてきぼりになる。あのいいところはそのままに、プラスアルファキャミソールの箇所を入れてるんですね。で、久美さんの手元でご覧いただくと、こうずっとワンラインなんですよね。わかる。ここはブンピって感じだったじゃないですか。今までボディを使うので、はい、だから体をこうスルッと入れたらグラマラスボディができるわけです。なるほど。入れるだけ。本当かというと、もうさまざまな編み立てをイタリア製の編み機で駆使して、なんだ、もちろんこちらです。カップもジニエのあのゴールデンカップを採用していまして、ここ立体的なバストにここから膨らましてくれるわけですよね。なるほどね、なるほどね。そこに脇が出ているよ。そうなんです。下から上に持ち上げて、ここはふっくらと、あとここはキュー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 っとして、なので理想的なボディにならないわけがない。なるほどね。はい、よくできてるわけです。インフォメーションいただくと出てくるかもしれないけど、こうつながってる感が楽しい。結構なところまで来ます、ね、ここまでが編み立てが一番濃い、くるっと返してラインなしです、ここですね。ここまではビシッと。これ履き口がちょっとレースみたいな感じになっての。そうなんです。ここチュールみたいな形になっていて、ここアイしていただくことができるわけです。なんかもしかしたらさっきの方よりも、こっちの方が履きくってるところなんです。そうよく言った。空洞になっているところなので、本当に面白い。なので、触ってるか触ってないかっていう感じなんですね。そうですね。そこに縫い目が来るようになってるんですね。そうなんです。うん、
じゃあもう浅野さんは出てこないのかしら。で実は岸和恵も今日ちらりと失礼いたします、ピンクなんですけれど ね見せたかったんで、ね、今日ね、あの着用どうしましょうって1時間前にミーティングするんですよ。着用どうしましょうって言って、その時に着用を決めるわけです、はい、ラビットゲストのね。そして私が当然のごとかにって言って、あのピンクお借りしたんですけどね、でももうこれは私の匂いがついてるのでつけて帰りますだってほらぴったりじゃないですか、本当に、ね、綺麗なラインだもん。ありがとう。でももうこれは私の匂いがついてるのでつけて帰りますでももうこれは私の匂いがついてるのでつけて帰りますってほらバストもささやかだけれども、エッチな感じもしない、エッチな感じもしない、エッチな感じもしない、うん、だけれどもちょうどいい塩梅じゃないですか。いやでもね、すごくやっぱ目に行きます、綺麗な胸って感じ。そうなんです、私あの今までブラジャーってここからブンって肉がはみ出してて、それがちょっとこうなんてもったりしたイメージだったんですけど、ピタッとこの縦のラインに収まってるからこそ、はい、すっきりっていう感じがするんですよね。でもブラジャーといっても、はい、結構、はい、かなり空いてますよ、はい、それでも出ないです。そうなんです、うん、万が一お文字着をしてこの中が見えそうになってもここピタッピタなので、はい、もうあらチラリっていうこと